なんや朝からその辛気臭い顔は嫁さんにでも逃げられたんか、それともなんや色ショートでも起こしたかいな、ほんまかいな。俺でよければ聞くで。はい、もしもしもが特別編、もうすみませんね、忙しいとこ。いやもうこの話は途中で終わったら、多分みんな、あの、欲求不満の、いやいや、これ、あの、なんていうの、発展途上の話の途中やからね。そんなうまいこといくんかいとみんな思ってるんですよ。1997年、あの、山一証券のね、そうそうそう、明るい私続いてたと。そう、そんなにうまいこといくんかってみんな思ってると思うんで。ほんまなんです。でもそこからまた転がっていくんですよね。ちょっと聞かせてもらいます。その後どっちかというと、あの、失われた何年だとか、ちょっと寂しい時代になってきましたよ。そうです、そうです。はい、バブルがどっか行ってしまって、はい、で、次はね、はい、それはもう5年ローンにしたんですけど、はい、お金が貯まったもんで、あの、4年で返したんですよ。すごいな。で、それニューヨーク債で？そう、ニューヨーク債で。で、あの、銀行に明日返しに行きますとか言って、そしたら、銀行っていうのは人質に定期3つぐらいさせられるんですよ、お金ないのに。定期全部解約してくださいって言ったら、行くときに置いといてくださいって言われたんで、嫌ですって言って、次の10年にしてって言ったときに売れって言ったから、強気で行くわけですよね。で、そこから、会社を一つ作ろうと思ったときに、はい、もうお金なくて、その不動産買った理由はね、不動産は絶対に、自分の活用、人生の活用できるから買いなさいっていうのをずっと前から言われてたんで、でマンションを売りに出すときに一斉に売りに出した時期があったんですよ、管理費とかが上がってきて、広告みんな出してるんですけど、あの同じマンションで全然売れない、はい、私も焦ってちょっといたずらに出してみたんですよ、うん、次の次に売れてしまって、え、それは何でなんでならないです。え、じゃあ値段が極端に安いよ。いや、普通にある程度値段も揃ってるんでしょ多分ね。じゃあ横並び以上で、横並び以上で、ほんで多分売れないだろうと思って出したんですよ。うん、何の時にもう買い手がすぐに決まってしまって、たまたまよくあるんですよ、その、うん、あの日当たりがめちゃめちゃええ部屋で、角部屋で店さんのところが一番人気のあるところっていうのも、え、別にみんな普通にもう一緒ぐらいになし、あのみんななんていうんですか、ベランダの向きも一緒で、玄関も一緒で、まあ、ついてるとしたら20畳のバルコニー、うん、でも他のとこ30畳のバルコニーあるとこもあったんで、別に特別な部屋ではないんです。なんでなんですか。値段もそんなに大きな差もなく、そう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 、まあ、すっごいいい掃除場なんですよ、はい、ほうほうほう、やっぱ綺麗なんじゃないですか。強いて言うとそこかなっていうところですか。いつももらってるのは掃除力とかあるじゃないですか。昔から掃除力、俺言うたら昔もう磨け、そうそうそう、そうやろ、まあ、綺麗好きはええねん、そんなんじゃないねん、そんなんで俺なんか LED 以上の光を発するから、そこやと思います。いやね、実は一人お客さんが見に来て、うん、あ、買いますとか言ってすぐ買わはって、困ったのは出ていくとこがなかった。あ、今度引っ越すところが、うん、そこでもさ、ホームレスじゃないですか、それ普通は、住みたいところができたから、それをこう、買うために売るっていうのが普通だよね。とりあえず、いたずらに出してみた、いたずらに出してみたところで、で、その現金をもとに会社を作ったんですよ。ほうほう、いや、まさにわらしべ長者よ。その、要は売買金額っていうのはいくらで売れたんですか。1300万の現金もらったんです。おー、結構値段は100万ぐらいしか落ちてなくて、おー、それもすごいですね。いや、それも管理状態がいい、一生懸命言ったように、まあ、そうやけども、その要は、山内さんが破綻した後やから、はい、定期的にどんどん下がっていってる中で、うん、100万しか変わらないっていうのは、その記念品持ってるんです、あの領収書、領収書っていうか、売ったやつ、売買の、はいはい、近鉄不動産のコマーシャルします素晴らしい不動産ね、ですから、はい、うん、そういう不思議なことがすっごい起こる。でも絶対掃除は思いますよ。掃除を掃除せなあかんわ。うん、だからそれ、ね、掃除好きやけど、そういうわらしべ長者的なのはないですから。で、そこでちょうど1300万のなんかお金ができたときに、会社をなんかしようっていう話を持ち込んできて、現在に至るなんですよ。はい、でもそのお金がなかったら、昔会社するのに1000万いたんです。あ、はいはい、株式会社、はいはい、で事務所も探しに行こうとか思って、うん、事務所探すのも、あの信号が、うん、
赤に変わるって言って走って言って走ってて、パタンと着いたのが京都の駅前のビルやったんですよ。パッと見たらテナント開いてて、そこを借りて、そこからがスタートなんですよ。それもパタンなんですよ。え、その時の商売は入浴剤？いえ、で、商品が何もなかったんです。あ、売り物がない状態で、会社だけ作る。あ、会社は作ったけど何をしようかって。でも会社のやったの目的に 何を売るかとかって目的は出さないといけないじゃないですか。あの、何でも携え、携えられる、なんかこう販売もよよ、何でもできます、何でも売ります、何でもできます。あ、それもう何でも行きます言うて、友達にやったん作ってもらって、その持って行ったんですよ、交渉人役が。これはダメですとか言って、いや、でも、なんか京都のその辺でこれで、あの、登記してる人いますよ。その辺ってまたローカルいやいや、いいとこですね。なんかそこで前提あって、なんで私はダメなんですかって言ったら、じゃあ取り寄せてみますって言ったら、あったんで、あの役官が、そういう登記です。で、通って、あの役所で全然主義がね、前があったら、そう動かないですか。会社作りました。会社も自分で作りに行って、行きました。交渉に役も全部、じゃあ何を売りましょう、世の中に役に立つものをこう模索しに行って、最初は瓦の石鹸を、おー、あ、洗顔ね、はいはい、よくありますね。洗顔がその固形とかチューブとかめんどくさいなって言って、はい、多分私が初めて作ったと思うんですけど、ポンプ式の洗顔、ポンプ式の洗顔を編み出して、昔からポンプ式の洗顔はなかったと思うんです。あ、そうなんですか。石鹸っていうのは固形か蓋を開けてチューブをする。うん、今ポンプ式の普通にあります。今ビオレとかビオレとかありますけど、それはなかったんですよ、15、6年前。実用シーンやるとか特許とか、いや、特許じゃない。ただ自分が普通シャンプー、リンス、ボディーソープってもう今この世界じゃないですか。はい、女の人は必ず化粧してるんで、はい、化粧を落とさなければいけないんですよ。はい、洗顔っていう道具っていうのは、蓋を開けて石鹸を取るか、固形石鹸を蓋を開けて洗うか、はいはいはい、そうですね。またまたチューブを開けてジュッと出すか、そういう3タイプしかなかったんですよ。はいはい、じゃあなんで洗顔だけこんなんがないんだろうって言って、ポンプ式の洗顔作って。それがあったの？それドカン。あと、どれぐらい当たりました？半年ぐらいで1万人の会員さんができて、それ今ヤゼヤさんとかね、定期購入で発送してるんですよ。それを最初からやったんですよ。へぇー、1万人、それはちょっと美味しかったですね。それはすごい。